今回は、C ーアートを使って漫画のようなイラストを作成する方法について解説します。今回の動画を最後まで見てもらえれば、こんな感じの画像を作れるようになります。ぜひ最後までご覧ください。では早速ですが、C ーアートの使い方について解説していきます。まずは C ーアートの公式サイトにアクセスします。C ーアートの公式サイトリンクは概要欄に貼っているのでそちらを参考にしてみてください。 サイトにアクセスしたらログインボタンをクリックします。ログインの方法は Google アカウントを利用する方法が一番簡単でおすすめです。Google で続行ボタンをクリックします。ニックネームを入力します。興味がある分野を選択します。私は18歳以上ですにチェックを入れます。使用を開始するボタンをクリックします。これでログインは完了になります。 ログインができたらまずは検索フォームにラインアートとアルファベットで入力します。すると漫画のキャラクターの画像がずらっと表示されます。この中から作成したい画像を選択しましょう。今回はこのキャラクターを選択してみることにしました。創作ボタンをクリックします。するとプロンプトが自動で入力された状態で用意されています。C アートのすごいところは日本語でプロンプトを指定することができることですね。 ほとんどの AI ツールは英語でなければプロンプトが指定することができないケースが多いです。紙飛行機マークのボタンをクリックして画像を作成します。画像の生成には数分かかると思いますので気長に待ちましょう。可愛らしいキャラクターが出来上がりました。このように漫画のようなイラストを簡単に作成できるのはすごいですね。この画像を作成するためには2つの異なる種類のモデルが利用されています。 チェックポイントとローラです。今回の場合は、モデルというラベルにある、エニシングエルス V4 が、チェックポイントです。そして、その下にある設定項目が、ローラです。それぞれの役割をざっくりと解説すると、エニシングエルス V4 のルールに従って、写真を作っている。その写真を参考にして、漫画のようなイラストに変換しているのがローラ、という役割だと考えるとわかりやすいです。今回の場合は、 ローラが2つ設定されています。そのため、それぞれのローラにも細かい役割があります。上から1つ目のローラは、漫画のようなイラストにするためのメインのモデル。2つ目のローラは、絵柄を指定するためのモデル、という役割分担だと考えてください。そして、これらのローラの影響度を、ウェイトで指定します。ウェイトの数値が、低ければローラの影響が少なくなり、反対に高ければ、 ローラの影響が大きくなります。それでは、上から2つ目のローラのウェイトを最大値の2に設定して、画像を生成してみましょう。ウェイトの設定を変更したら、プロンプトを設定します。プロンプトは、前回作成したものと同じにしたいので、前回のものをコピーします。そして、紙飛行機のアイコンをクリックして、画像を生成します。しばらく待っていると、画像が生成されます。 するとちょっと恐ろしい画像になってしまいました。このように、ローラのウェイトの数値を単純に大きくするだけでは、うまくいきません。全体のバランスを考えながら、適切なウェイトの値を設定するようにしましょう。それでは最後に、復習も兼ねて、別の画像を作成してみましょう。検索ボックスに、Line Art と入力します。表示された画像の中から、作成する画像を選びます。今回は、 この画像を選択してみます。画像を選択したら、右上の創作ボタンをクリックします。そうすると、画像を生成するための設定画面に移動します。必要に応じて、ローラのウェイトを変更します。プロンプトを設定します。今回は、プロンプトを変更せずに、そのまま利用します。最後に、紙飛行機のアイコンをクリックします。そうすると、画像の作成が開始されます。 数分待っていると、指定の画像が作成されます。指定した通り、可愛いキャラクターが出来上がりました。こんな風に漫画のキャラクターを一瞬で作成できる時代がやってきました。AI で作成した漫画が世の中で人気を出す未来もそう遠くはなさそうですね。いかがだったでしょうか。今回の動画がいいなと思った方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。このチャンネルでは AI に関する情報や、 web のお役立ち情報を発信しています。また現在、プログラミングやプロンプトエンジニアの学習をしている方向けに、現役のエンジニアに質問し放題のサービスを運営しております。詳細のリンクは概要欄に貼ってありますので、そちらをご確認ください。それではまた別の動画で。